鶏のもも肉が1枚ほどあるので、こちらで唐揚げを作るんですけど、今日はなんとこの宜野味噌さんから提供いただきました、このガツンとニンニク、宜野食べる味噌、宜野の食べる味噌ニンニク、こちらを使って揉み込んで下味をつけていこうかなと思います。まあベースは安丸だしさんのこの和風だしを揉み込んで、そしてこちらも揉み込んでダブルでいこうと思います。大体はですね、いつも私、まあどこのメーカーでもいいんですけど、あの塩麹をよく使うんですね。柔らかくするために塩麹を、まあちょっとね、あの塩麹と料理酒を入れるんですけど、今日は味付けの部分で、今日はこちらのこの食べるニンニクシリーズのこのニンニク、あ、食べるニンニクシリーズじゃないわ、食べる味噌シリーズのニンニクのこちらのタイプと、安丸だしさんのこの和風のだしを使って簡単な唐揚げを作っていこうと思います。で、あとは片栗粉と、あのこちらのラップを愛用しているので、アイラップさんのこちらで揉み込んでいこうかなと思います。本当は洗い物を出したくないので、本当はお皿でやらないんですけど、今日は見栄え良くするために、ちょっとどれぐらいの量を入れるか分かるためにちょっとお皿に入れてみました。白っぽいのが塩麹ですね、これぐらいと、あとはさっきのこのニンニクのこちらのこの食べる味噌シリーズのこれを2絞りぐらい、このぐらいですね、こんな感じで入れてみました。あと料理酒の方は大さじ2ぐらい入れて、揉み込みますね。で、さっきのナイロンに入れます。本当はね、多分もう肉切った時からこちらでやるんですけど、今日はお皿でやってます。じゃあちょっとね、ナイロンに入れて揉み揉みしたいと思います。そしたらこういう風に混ざりました。もみもみしっかり揉み込みました。ただ最後にまたね、安丸だしさんのこちらの和風のお出汁のやつ、これをまたいつも通り破って、この中に全部入れちゃいます。はい、そしてさらにまたもみもみしていきます。はい、そしたら最後に片栗粉を入れていきます。あの別でつけてもいいんですけど、もうよこすのも難しいので、あの洗い物もめんどくさいので、もうこのまま入れちゃいます。片栗粉はね、私は結構多めに入れます。あのなんかつなぎというか、カリッとしたいなっていうのもあって、多分測って入れないんですけど、ドバッと入れちゃいますね。見えるかな、結構こんな感じでドバッと入れちゃいました。もうこれで普通に少し軽く揉んで揚げていきます。中火ぐらいでね、ちょっとじっくり揚げようと思います。はい、火加減は中火ぐらいでね、ちょっとじっくりやってます。これぐらいになってきたら、多分裏がちょっと上がってきたので、少し裏返します。これでちょっとじっくりやっていきますね。はい、一旦一度揚げをして、ちょっとだけ休憩させて、またちょっと最後強火でさっと二度揚げしていきたいと思います。なんかめっちゃ美味しそうな音がしてますね。最後ちょっと強火でさっと二度揚げしてから最後仕上げます。盛り付けてみました。こんな感じです。めちゃくちゃ匂いがね、ニンニクがよく効いてて、なんか揚げてる時からね、いい匂いしてましたよ。こんな感じで出来上がりました。はい、今日は安丸だしさんのいつものこの和風タイプの赤いやつ、こちらを練り込んで、あとこちらの宜野味噌さんから出た食べる味噌ニンニクバージョン、食べる味噌ニンニクですね、こちらを練り込んで今日は唐揚げを作りました。はい、では美味しくいただきます。